ライドナウです本日ご紹介するのはマツ、え、ダ、ー、CX80、えー、新しく登場します CX80 のエントリーグレードにあたる CX80 クロス DS パッケージになります、はい、CX60 にも S パッケージがあるんですけど、うん、CX60 の S パッケージは 25SS S パッケージ 2.5L のガソリン4気筒エンジンだったんですね,ですねはい。<S の、えー、S パッケージがエントリーモデルだったんですけど、はい、c x AT の場合は直四のガソリンモデルは用意されませんそうですねこのクロス D つまり直六3.3リッターディーゼルエンジンを搭載したモデルの S パッケージがエントリーグレードとなりますまあおそらく、えー、もちろんね三列シートの SUV ということで、はい、でまあ CX-8 がねもう生産を終了してますから当然ユーザーの気持ちとしては CX-8 から乗り換えなのかもしかしたら CX-8 を買いたかったような層の人がこのね AT も はい、買えるものなのかっていうのが皆さん気になってるところだと思います。要はユーティリティと価格ですよね。うん、まあ価格まだ出てないんですけど、はい、おそらくね CX8 からの買い替えを考えているとしたらこの車500万円近辺で出るでしょう。500万円切ってくるでしょう。と思いたいけど、はい、まあ今時ねちょっと車含めていろいろ高いから、うん、まあぐらいとしておきましょうよ、うんね。ね、そのぐらいで買えるものが。 まさに8に対してどんな価値の上積み、上乗せがあるのかを確かめてみましょう、はい、もう1本のビデオの方でもご紹介してまいりましたけどこの CX80 は、ね、CX60 と比べてより落ち着きのあるデザインを採用しています、はい、もうやはりマツダにとってはこれフラッグシップになるわけですよね。はいえー、さらに言うと CX60 そのまま伸ばしただけだとやっぱりねかっこいい車になんないじゃんということでデザインのテーマをちょっと変えてきたプレミアムな落ち着きのあるデザインということで、えー、あまりキックアップとかさせないでフロントからリアまでずんと突き抜けるような、まあ、直線基調、まあ、こういったデザインにしてきたんですがすごくねこのロングホイールベースショートオーバーハングと合わせて 存在感ありますよねこの S パッケージになるとホイールが18インチになってくるんですけど、うんはい、18インチのホイールとあとこのホイールアーチモールの辺りがブラックになってくるんですが、はい、これでも落ち着きがありますねなんかこれはこれでちょっとカジュアルで、はい、だけどカジュアルなんだけど遊びすすすぎぎななないいい若みたいな感じでで、うん、これもありですねそう感じさせるのはこのウィンドウのモールの辺りが、うん、CX80 は全てクロームになってるんですよね。はい CX60 だと S パッケージはブラックになっていたんですけど、はい、ここはクロームになっているので、はい、えっとやっぱりあの華やかさと落ち着きが合体してるんです、うん、まあなんか同居してますよね、はい、確かにねいい感じですねこれはこれでねこれが本当に500万円近辺だったら、うん、存在感は的なコスパはめちゃ高いですよねしかも 直6ですからねこに書いてありますねそして CX60 の場合は S パッケージになるとこのグリルがえなし地のものですかになっていたんですけど CX80 はこの縦三のツヤありのブラックのグリルになってます、はい、つまり CX60 の高級グレードと同じグリルが採用されているんですがえもう一本のビデオの方でも語っていますがここにですねえアクセントが入っているのがはい。 はい、CX-80 の特徴となります、はい、例えばバックミラー越しに見ると間違いなくというか、ねまあ、知ってる人にとってはあっ60じゃねえな80だというのはすぐ分かると思うんですよね。はい、そういうプレステージ性みたいなものはちゃんと備えているぞということでメカニズムなんですがこの車は3.3リッターのディーゼルエンジンに、ま、マイルドハイブリッドはつかないわけですね。はい、直ディーゼル、えー、そして FR と 4WD、はいはい、こちらが用意されます FR と組み合わされるのはこのマイルドハイブリッドなしの直力ディーゼルだけとなりますねでそして皆さん気になるのはインテリアでしょう、えー、まずインパネから見ていってみたいと思いますどうですか CX60 と私には大きく変わるようには見えないですね、うん、<laughs> そうですねまあそのようにしているという言い方もしてもいいのかもしれませんが、はいはい、そういう感じですね CX-60 のの S パッケージの インテリア、トリム、それから例えばこのエアコン吹き出し口周りのシルバー加色とゴールドが合わさったものだとか、はい、あとシートですね、はい、シートの配色柄、同じように見えます、はい、同じですね、そして CX60 の S パッケージと同じように、運転席は電動シート、装着されていますね。 だから、基本的な装備に関しては、もう正直このグレードでも十分にあるんですよね。うん、その上級モデルになってくると、まあ、トリムとかが立派になってきますけど。十分にこの車でも、まあ、プレミアムというか、そういうものとして、ふさわしい装備は持ってるなというふうに思います。じゃあ、気になるのは二列目、三列目でしょう。はい。二列目、開けて、はい、ドア開けてみました。広い,、はい。広いですね。この車は。 はい、2列目が3人乗りのいわゆるベンチシートになりますねじゃあ2列目乗り込んでみましょう、はい、乗り込みしやすいですねやっぱドアが大きいのと開口部が大きいのでねこれは CX60 と比べると明らかに違いますよねはい、うんはいはい、で入ってみても十分な広さ感じられますねまあシートのねここの空間はフロントシートの位置にもよるんですけどまあ2列目もスライドできますこのように、はい、左右というかね60対40で分割になっていて スララライイイドももででできますすすリリククニニンンググはどうですか可能ですね、はい、そんなに倒す側には大きい角度ではないですが例えばこうやってくつろいでたら十分だと思いませんかこの S パッケージなんですが他のグレードと同じように後席に3ゾーンエアコン装着されていますね、はい、そして USB-C ポートもちゃんと装備されているこれはしっかりしてますねはいもう 何が足りりないいいんですすかっていうぐらい十分にありますね、はい、あの例えばプレミアムとか、えーえー、エクスクルーシブモードだとここにシェードがつくんですけどそ,す、ねはい、その辺の装備は S パッケージはないです、はい、でもプライバシーガラスは採用されているので、はいはい、中の快適性は十分と言えるんじゃないでしょうか、はい あのもちろん他のグレードも同じですけど空間が、ね、広いんでもうそれだけでもちょっと心のこうゆとりというかそういうものありますね頭上も今倒してますけどそれにしても十分あるし、えー、この辺も十分そしてやっぱり広々感ワイド感がすごくあるなというふうに思います。あと天井の内内内張張りりが白色なんでですねブラック内装でも内張りは、うん 白,と白ベージュー、側はグレー、はい、まあそういうような色ですね、はい、それによってより広がりを感じますね、はい、これ驚いたんですが <S,、うん、<S, S パッケージでも電動のイージーエントリー機能がついてるんですあこれを押すと、はいえー、前後スライドというかね椅子が前に出るようになってラッチが外れて、えー、この背もたれが前に倒れるとなのでこうやって前にちょっとだけ出してあげれば もう入りやすいと、はい、そしてこれ、えー、他のグレードも共通ですが CX60 の素敵なところで、ね、ここが広くなってるんで大体3列目ってどうやって入ればいいか悩むじゃないですか、うん、こうかなとか、はい <laughs> ね、この車の場合は例えばもうここに足かけてしまえばこうやって入っていくのが余裕でできますよということですねはい入ってみました、えー、今ねもうこの、えー、リアモーストな状態なんでかなり狭いですけど例えばちょっともうこれを。 例えば今の状態で2列目十分座れますよねこれ 2>, 2列目十分座れる状態ですね、はい、その状態でもまあちょっと狭いと思いますけど十分僕ここにくつろいでいることができます、はい、空間のね広さとかはもう他のグレードと変わらないのでつまり快適に過ごせるよということですね 他のグレードで装備されておりました、はい、エアコンの吹き出し口とか USB ポートはいかがでしょうか、はい、あります,りますここに吹き出し口が付いてますので、えーね、3ゾーンのエアコンでそもそも鉱石用エアコンありますでさらにここには吹き出し口があるので例えばかなり、ね、向き変えられますので顔の方に向けてこうエアを吹き出したり冷気を吹き出したり、ね、できますし USB-C のポートも左右に1個ずつ付いてます。ドリンクホルダーも 片側2個ずつありますんで十分じゃないですかそして気になるのは2室だと思うんですがちょっとその前にこの下側のデザイン見てみましょう、はい、CX60 だとここにマフラーカッターがついていたのを覚えていらっしゃる方がいるかと思いますが CX80 はこのマフラーはもう完全に下側に隠したデザインになってるんですけど S パッケージだとこの下側がブラックになってくるのでよりそれがこう強調されたデザインになってますね。 そして何よりこの仕様つまり2列目がベンチの仕様を欲しいという人は多分ね座ることもそうだけど荷物積みたいよねと思ってるんじゃないかなと思います、うん、というわけでじゃあニスどうなってるのかを見ていきましょうまず開けますお、ちゃんとパワーリフトゲートついてますよはいまず3列目使った状態でもこんな感じです十分に 手荷物というかね身の回り品は余裕で積むことができます、えー、この中見てくださいはいトノカバーがうまく斜めに収納されていますがこれね、えー、3列目倒した時に使うためのトノカバー3列目使っている時に置き場所ないじゃんといことにはならないということですねじゃあ3列目倒してみましょうか、はいえー、これ操作簡単です引きながら押すだけもう引くだけと言っていいんでしょうかね はい、これだけでで列目倒すすこことが可能ですこの倒した状態の、うん、まあインテリア空間に関しては、はい、え例えばそのクロス D ハイブリッドとか、はい、プレミアムスポーツとか、まあ、その辺と変わらないですね、はい、で、えー、この CX80 なんですが、うん、この2列目を使用した状態で、はいえー、ゴルフバッグが4つ積むことができるんです4セット入るんですか、はい、ちょうどゴルフバッグがあるので入れてみましょう、はい、では積んでみましょう、はい いわゆる9.5インチバッグですねはい斜めに入るとこうやって入れていけばよいしょおはい入ったねこれは。 まあこれでさっき後席普通に座っている状態でえ4つのゴルフバッグが入りますのでまあシューズバッグとかも入れることができるでしょうというスペースは十分にありますしえ2列目をある程度前に出せば普通に縦差しで4本入れることができるということですが普通4人で行くんだったらまあこの積み方になるんじゃないですかねまあそうですね、はい、ま実際にねゴルフまあ最近は送っちゃう人も多いんで必ずしもこうやって積まなくてもいいと思いますけどまあこれぐらいの スペースはあるよということですね。うん、で、まあ二列を気になる皆さんがあの私も含めてですけど、気になるのは二、えー、列目を倒した時にどういう形状になるかでしょう。うん、見てみましょう。はい、えー。では倒して二列目のシートを一番後ろまで下げた状態でこうです。はい。フラット度合いとしてはもうおよそフラットですね。そうですね。はい。二三度、三四度起きてるかなぐらいなんで、はい、普通に物を、えー、躊躇なく 入れることができるかなといいううふうに思いますね 2>,、はい、で2列目と3列目の間は1 0ンチぐらい空いているので、まあ、車中泊するよという人はここに一工夫は必要になってくるでしょう、うん、この車にはでも車中泊は似合わないかなうん、うん、なのでまあやっぱりね多分アウトドア含むギアをいっぱい積み込むみたいなことになると思うんですけど、はい、そうなった時の容量はこれは文句ないでしょうあの長さはもう何の文句もないですね。も分にある CX8 に、ね、乗ってた人にとって何か足りないということはないでしょう、はい、あのもちろん、ね、そこをすごく意識して作ったわけですからねこ,れこのテールゲートの空いてるところのえぐり具合なんですけど、うんはい、ここ、を見てくくださいい面白くなでですすかここ,こ,こ上側ですねあのミリ単位で、ここにちょっとアーチがあるんです,よそうですね。なんとしても稼ぎたかった高さがあると思われます、ね <laughs> はい、これは。 削って削っていろんな荷物載せるのとかをシミュレーションした結果こうなったんでしょうね非常にこれは満足度が高いんじゃないですかアウトドアの上で便利な、えー、テールゲートライトですけどこちら装着されておりますはいで荷、えー、室側にもこちらにライトはありますね、はい、では CX80 の S パッケージクロス DS パッケージを見てまいりましたけど、はい、これはライバルが存在しない車ですね こういうパッケージの車もあるし、はい、こういう価格の車もあるんだけど、うん、それが噛み合った車がないですよね。これだって縦置きの FR 直六ですよに,に3列シートがついていて、はい、やっぱりないですよね、はいそう。それで、まあ、勝手に500万ぐらいとか言ってるけど、うん、まあまあそんなに外してないでしょう、はい、そういう価格帯で例えば、まあ、国内メーカーはないし、うんえー、輸入車はもうみんな高くなっちゃって、はいまあ、強いて言うならばもうミニバンですよね。たうん まあミニバンしかも、もうそれトヨタしかないじゃんみたいな話だから、はい、もうその辺の話になってくる、つまりライバル不在ですね、確かにね。うん、でしかも、CX5 とか8で人気だった牽引機能ですね、はい、それ、強化された牽引機能が、あのこの車にもついてくるそうです、はい、もちろん、日本仕様もそれは用意するという話です。はい、なので、け、えー、引需要のある人は、もしくはまあこの車を買って、いろんな遊びを覚えて、うん、そして牽引を始めるみたいな、そういう将来性も持ってるわけですよね。 多分引っ張ってる人を見て憧れて CXA と買った人とかもいたと思うんですよね、うん、そういうことがまたこの車でも起こるんじゃないかなという気がします、ね、あの全長の長さおよそ5ーなんですけどこのおよそ5ーっていうのが実はこのヒッチ付きの車には効いてくるんですよね、えー、日本の法律で1.1倍までしかキャリアとかってつけられないんですけどこれ5ーなので5 0ンチ出ることができるわけです、うん、そうすると結構いろんなものが積めるんですよね。うん そこに例えばアメリカンなバーベキューができる、えー、キャリアとかがあるんですけど、はい、ヒッチキャリアバーベキューで調べていただけると出てくる、うん、そういうのも大体5 0ンチぐらいのサイズで作られているので <laughs>、はいまあ、そういうのをつけたりとかあとさらに後ろに、えー、荷物ボックスをつけたりとか、はいまあ、そういう使い方も単なる牽引ではなくてヒッチがあることによってそういうこともできるので、うん、なるほど、はい、この長さが逆に生きてくるというところもあります。まあ、見た目のね、うん、あのねあ ゆとり感みたいなところも含めてこいつ遊んでんなって意味でね、はい、そういうのも含めてやっぱり CX8 はそういう魅力あったと思うんでそれをこの CX80 はえ継承してると、うん、でしかもそれを比較的リーズナブルに楽しめるであろうこのクロス D の S パッケージはかなりおすすめになりそうな予感ですね。はい